エビゼロゼリーの山下、石井ラッカーだ。はい、じゃあ、こんにちは。今日も前回、前々回、川端先生、石田先生に続いて、今日は山下先生の僕のことについて深掘りしていこうと思います。それでは、早速、どうぞ。では、じゃあ、ですか、皆さん、どんどん質問してください。じゃあ、僕から。はい。まあ、山下先生は、まあ、社会人1年目ってことですけど、はい、まあ、その仕事に対する、まあ、想像と実際こう働いてみて、あ、どう感じたかっていうのをちょっと、まあ、皆さんにこう発表してほしいなと思うんですけど、これはもう結論から言ったらもう楽しいです、毎日。なんかみんな結構周りの友達とかはもうやっぱきついとか本当やめたいとか結構どうしようっていう方すごい悩まれる方いらっしゃるんですけど、僕は本当今は、まあ、自分のずっとやりたかった職業をつけたっていうのもあるんですけど、本当いろいろ患者さんと話したりとか、まあ、結構この3人の人が結構一生懸命教えてくれるから3人の人もう本当なんかもう毎日が楽しい、もうなんか仕事に行きたくないとかやめたいとか、そんなことも一切もう毎日やりがいを感じながらやってますね。結構想像よりはもうだいぶ上にもうすごいプラスの方に進んできました。楽しいです本当。ありがとうございます。はい、よかったです。はい、ありがとうございます。それが続くように、はい、はい、あとお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ次僕なんですけど、はい、まあうちに来られた方とか YouTube いつも見てくださってる皆さんならわかると思うんですけど、山下先生ってすごい元気じゃないですか。はい、でもこっちに来られた方も、まあ、その山下先生からまあ元気とかパワーをもらってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、山下先生が毎日元気でいるなんか源というか、そういうのってなんかあるんですかね。あ、それはやっぱり僕もそうですけど、皆さんですけど、やっぱ常になんか笑っとってほしいんですね。なんか僕ずっとなんか笑顔って言葉好き で、それが何でかって言ったら、なんか例えば友達と遊んでる時もやっぱいっぱい笑ってくれる人とお互い楽しいじゃないですか。いや、そういった人を増やしたい、やっぱここに来られる方がやっぱ悩んでなんかシュンとしてる方とか、まあ、結構、まあ、やっぱ元気がないって言ったらちょっとあれですけど、まあ、ちょっとなんか落ち込んだったりする方をやっぱ少しでも笑顔にしたいとか元気にしたいという気持ちやから、なんか自分なんか自然とこうなってるっていうか、本当みんなが笑顔になってほしいっていう気持ちで本当毎日いますね。それがもう笑顔にしたいって気持ちが元気の源なんですね。笑顔笑顔にしたい。笑顔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 すごい自分の分いい動画にしようとして大丈夫。そうでもないですけど、あのいなんていうんだ、いいところってだから本心なんですね。結構なんか笑顔にしたりとか結構いろんな人が言ってると思うんですけど、山下先生は本当に本心から本当にシンプルな言葉で伝えてると思うんで、はい、ありがとうございます。まとめてくれてずっとその山下先生で言ったことで最後に、あの最近オープンに3ヶ月経って、はい、髪型を変えた理由ってあちょっと気になる。最後の質問、髪型変えた理由ですか。なんか今までカメラマークやったから今でもそういうなんかもっと自分が成長したいっていうのとか、もっとエネルギーを大きくするためにも考えた時にはもっと自分のね成長しないもっと成長しないなと思ったので、ちょっと髪型もおとなしいようにちょっと大人っぽく変えてみました。まあ、まだ患者さんの方にまだ突っ込まれたことないのでぜひ本当に、いや、なんか僕たち変化があったらすぐ言ってもらったら本当に嬉しいのでまたよろしくお願いします。ということで、まあ、今日は僕のことについてちょっといろいろ質問させていただいたんで、まあ、次回は最後高橋さんのことについて深掘りしていこうと思うので、またよろしくお願いします。それでは次の動画もお楽しみに。バイバーイ。